トゥールーズ・ブラニャック空港は、フランス共和国王とイコール・ガロンヌ県、トゥールーズ北西部及び、ブラニャック西部にまたがって位置する空港。航空機メーカーのエアバス及び ATR の組み立て工場に隣接している。2012年の利用者は755万9350名であった。旅客ターミナルからは、ヨーロッパ各地やアフリカ北部への便が発着している。 ターミナルは一つの建物であるが、航空会社によって利用するホールは異なる。東空港に飛来するエアバスベルーが旅客用空港としての役割だけでなく、エアバス ATR の組み立て拠点にもなっている。両社で製造された航空機はこの空港からテスト飛行を実施するほか、機体の部品を輸送する大型輸送機が飛来する。新型機の発表などもこの空港において行われる。 ことが多い。エアバスのトゥールーズ工場は約1万6000名の従業員が勤務する同社最大の拠点であり約1万3000名が勤務するドイツのハンブルク工場と並んでヨーロッパの航空産業、国際分業における重要な地位を占める拠点である。トゥールーズブラニャック空港の運営会社は2007年3月に資本金14万8000ユーロで設立された。フランス政府 トゥールーズ商工会議所などが株主となっている。この運営会社は2046年までフランス政府からのフランチャイズ契約のもとで運営されることになっている。このほかエアバス車従業員のための工場間、連絡シャトル便がトゥールーズハンブルク間に朝晩一往復ずつ就航している。トゥールーズ市街地と空港を結ぶシャトルバスがホールビー前から20分間隔で運行されている。 市街地までの所要時間は約20分でトゥールーズ地下鉄 B 線上のコンン、カファレッティ駅及びジャンヌダルク駅、TGV のトゥールーズマタビオ駅に停車する。2015年4月には空港駅と市南部のパレ・デ・ジャスティス駅を結ぶトラムの T2 系統が開業した。アリンズ駅でメトロ A 線とパレ・デ・ジャスティス駅でメトロ B 線と接続する。 タクシーでもトゥールーズ市街地中心部へ片道約22ユーロで移動できる。空港を持たないアンドラに近いためアンドラへ向けて毎日3往復のバスが運行されている。AL フランスで使用されていたコンコルドが屋外に展示されている。ありがとうございます。